く、どんな景色が見られるかな。たまにはいいんじゃない。ベッドはふかふかだし、ご飯は豪華。お金はかかるけど、ちょっと珍しい経験ができるはずよ。ふかふかなベッドに豪華なご飯。じゃあさ、町にいるときはずっとお宿に泊まろうよ。それはダメ。お金がいくらあっても足りないもの。宿に泊まるのはたまの贅沢にしてちょうだい。ちぇ、わかりましたよーだ。一緒に来てもらう。
これならなんとかなりそう。ほいほい。あれ？もう終わった？可愛がってあげる。私を助けて。よいしょ。
私のそばから離れないでね。このフルスハイムは湖のほとりにあるこの辺りでも有数の大都市なの。ここから出る船に乗って湖を渡らないとライゼンベルグには行けないのよ。え、お船？私お船って本でしか知らないからすっごく楽しみ。ならちょうどよかったわね。でも、おお、そっちはどうで？いやさっぱりだ。だよな。いつも活気にあふれたとても賑やかな街だって聞いてたんだけど、なんだかちょっと元気がない感じだよね。何か問題でも起こってるのかしら。ここで悩んでても仕方ないよ。せっかく来たんだし、いろんなところを見て回ろう。そうね、その中で分かることもあるかもしれないし。じゃあそうしましょう。イリス、あなたも船に乗りに？うん、そうだけど、イルちゃん、なんだかご機嫌斜め？もちろん。そりゃあんな意味のわからないことを言われたら不機嫌にもなるわよ。ああ、思い出したらまた腹が立ってきた。なんなのよ、あの船乗り。あなたに怒鳴っても。そんなに怒るなんて何があったの？それに船乗りって？私が言わなくてもすぐにわかるわよ、きっと。はあ、疲れた。